JR 九州の新観光列車36+3がですね、今日完成後初めて博多駅に入りました。威風堂々とホームに入ってきた36+3。JR 小倉駅から南福岡駅にある車両基地へ移動する途中、博多駅で停車しました。やっぱりかっこいいなと思いました。実は今日、博多駅に来るという情報は関係者以外には伏せられていました。ところが中には熱心な鉄道ファン、いわゆる撮り鉄の姿も。こちらの男性、なんと折尾から追いかけてきたそうです。追いかけてきたんですか。オリオンのカーブをこう入ってくるところをちょっと映させていただきました。もうガッツポーズで V としか言いようがなかったと思います。運行前から大注目の36+3、来月16日からここ博多駅を起点に5つのコースで九州7県を巡ります。